ボボとペロフィッシー TV。 YouTube をご覧の皆さん、どうもこんにちは、ボボ鉄平と申します。なんでねナレーションかと言いますと、YouTuber の皆さんのようにね、実際にちょっと、やりたくてですね、チャレンジしてみたんですけども、非常にね難しくて、急遽ですね安全をとって、ナレーションにしたのとですね、あとですね意外と、騒げないというか大きな声をね出せる環境じゃないので、特にですねこういったなんだろうメジャーエリアと呼ばれる場所 でなかなかね大声でねよっしゃーとかね来たーとかね、なかなかね言えないもんですね。すごくですねこそこそとやってたような感じです。はい、でですね、今、やってる場所なんですけども、横浜の、某メジャーエリアですね。手前にテトラポットが入ってまして、そこをですね今、ジカリングで、2インチのですねホック系のワームをつけて、探っております。いい感じのねコリコリ感であったりとか、まだね明るい時間なんで、実際にちょっと下の方を見てみて、海藻がやたら生い茂ってるところで、魚がねここならいそうだなっていうところを、探りながらやっております。なんですが、まだね明るいからかななのかわからないんですけど、全然魚の反応をですね得られなくて、すぐ餌釣りに変えてしまいました。はい、餌はオキアミで、3.6 メートルのね、イソザオに変えて、浮き釣りにチェンジしました。来た、微妙なね、あたりをですねちょっと合わせまして、ウミタナゴをゲットできました。こんな感じにですね、堤防の壁際の中層を、浮き釣りで探っていったところ、ウミタナゴをですね来た、数匹釣ることができました。今度はね舞台を夜に変えて、シャットテールワームのジグヘッドリグで、シーバスを狙ってみました。釣れませんでした。今度はね一応メバルが釣れる場所でもあるので、メバルをね狙ってみました。そうですが釣れませんでした。はい、次はね場所を移動して横須賀にやってまいりました。さあ横須賀に移動してメバル釣れるでしょうか。そうですね、やっと、一応本命にしていたメバルをですねここで、釣ることができました。